どうも、掲示板によると井戸に問題があるらしいな。そうとも、呪われてるんだ。もう20年になる。20年？ではなぜ今になって張り紙を？川から水を引いてたんだ。だが戦いの後、たくさんの死体が浮いて汚染されてしまった。娘のマンディが水を飲んで体調を崩してる。日に日に悪くなっていくんだ。薬草医は熱には飲み物が効くと言っていた。しかもビールやサイダーじゃなく水、澄んだ水だ。井戸から汲むしかないだろ。だが幽霊を追い払わねば誰も近づけない。その幽霊がどんな奴か話してくれ。そりゃとんでもなくおっかねんだ。すごくな。いや、見た目はどんな感じだ。見た目は女だ。墓から出てきたような姿でな。汚れたボロボロのドレスを着て、骨から肉が剥がれ落ちてる。それから苦しそうにうめいて。勇気の一種か、アルプかもしれんな。あんたが幽霊を退治してくれないと、うちの娘はあれに殺されちまう。よし、手を貸そう。井戸はどこだ。ホーベルだ。高地にある集落だ。今は廃村でそこに行く者もいない。幽霊のせいだな。追い払ってくれ、頼む。行くぞ。変だな、幽霊の気配はない。特定の時間帯にだけ現れる。周りの草が飛んでる。死体がカラカラに乾いてる。火で焼かれたのか。あらゆる特徴がヌーンレースのものだ。何かによってムーンレイスはこの場所に縛られている。何かこの世を去る前に見つけなければならないものを探してるんだ。男だな。ナイフで刺されこの場所で死んだのか。死体は獣に食い荒らされてる。骨だけがきれいに残ってる。向こうにも血の跡がある。日記がこの男の血何か分かるかもしれない。ブレスレット。女の魂はあれのせいでこの場所に縛られているのかもしれない。血の跡、かすかに見える。誰かが生きたままここを引きずられていったのか。
血の手形、小さな手だ。女だな。何者かが怪我をした彼女を引きずり回したのか。命がけて抵抗したんだろう。あたりに死体はないが、何か手がかりはあるかもしれない。条件次第では血液のシミは何十年も残り続けるものだ。井戸のそばにも手形がある。血の跡がほとんど消えかけているが、縄は結ばれて何かが変だ。死体だ。吊るべに吊るされてる。日記の持ち主の女だな。間違いない。広い骨盤、小さな顎、女性だ。歯から判断して30歳前後。左腕がない。遺体を火葬にしなければ。だがその前にこの場所と彼女との関係を調べてみよう。夫にもらったブレスレットをつけていたのか。腕を切り落とされたのがそれが理由かもしれん。ここから飛び降りるしかないか。骨を折らなきゃいいな。損にならずに済んでよかった。ブレスレットか。文字が彫られてる。クレアへ、フォルカーより。ブレスレットは井戸の女のものだろう。綺麗な細工だが、ヌーンレイスを消し去るため死体と一緒に燃やしてしまおう。井戸のそばでやった方がいいな。戦いに備えておかなければ。勇気向けのオイルを作って霊薬も飲んでおこう。ブレスレットもだ。エグニー。消えたな、永遠に。や、仕事は終わった。井戸にはそこで殺された女の幽霊が取り付いていたが、
もう追い払った。埋葬されなかった女が皆幽霊にならないといいが、でないとあそこは大変なことになる。そうなれば連絡をくれればいい。ちなみにクレア、フォルカ、ここら辺りは知らないな。だが薬草医のトミラの話にクレアという名前が出てきた。その人かもな。俺だウィッチャー。マンディの結婚に備えて隠していた金だ。あんたがいなければ結婚するまで生きられなかった。今は少なくとも希望がある。マンディの結婚のために取っておけ。その時に俺の健康を祈って乾杯してくれればいい。温かい言葉だ。優しいんだな。でも手ぶらで返すわけにはいかん。せめてこれを幸運のお守りだ。